皆さん、おはようございます。本日もご視聴いただきありがとうございます。アリオです。今日はどうしようかな。ノロ A 作系統について話すつもりなんですけど、その前に話すって言っても公式ホームページ見て、このラジオを聞いてくださってる皆さんと一緒にノロ A 作っていうブランドもそうだし、作っている方たちのストーリーもそうだし、そういうのを一緒に、お勉強できたらいいかなと思って、まあ多分読んだりするだけです、いろいろなホームページを。そうで、もしもうそんなの全然知ってるよっていう方は今日の動画はつまらないと思うので、他の動画を見ていただくか、他の方の動画を見ながら編み物していただいた方がいいかもしれません。はい。じゃあお話を始める前に今の近況の報告をしましょう。この私のファーストノロ A 作作品ファーストノロ A 作ケイトはシルクんなんだっけな、これシルクガーデンソックソロっていうケイトなんですけど、湯沢屋さんですごい 40% オフで売っていて、ラッキーと思って買っちゃった毛糸ですね。でもなんていうか、その 40% オフでも私にとっては結構なんていうのかな、って感じの買い物でした頑張って買ったって感じです。で、頑張って買えたのはやっぱり一重に素材がいいっていうことと、あと色ですね。私この色ものすごく好きです。今日の光の加減はどうかな。これこの毛糸、光のね、どんな、なんていうの、どんな光かによってこう生地の色が変わって見えるので、ものすごく今日はどう映ってるかちょっとわからないですけど、私はいつでも綺麗だなと思います。で、今カーディガンを編んでいて、で前の動画は確かポケットをつける前で終わったんですけど、ポケットの穴をつけました。でこのポケットっていうのが上からこう四角い布をパチって縫い付けるものではなくて、こうなんていうの、表面から見えないけどこうピーって横に切り口が開いてて手を突っ込めるっていう感じのポケットです。はい、私そういうポケットの方がちょっと綺麗めにも着られるし、カジュアルにも着られるいいバランスかなと思ったので、まあ外から見えてるポケットじゃなくて、見えにくいポケットが良かったんですよ。でそれをね、そういうポケットの付け方の原理が分かっていなかったので構えてたんですけど、構えてたので動画で撮るのが怖くて失敗するかなと思ってね。で動画外でやったんですけど、本当に教本で見たら仕組みが分かって、仕組みさえ分かってしまえば、あ、なんだこんな簡単なんだっていうぐらいでした。まあこの編んでいる紫の毛糸以外の白い糸をポケットつけたいところに渡して1段別の針を使って渡して、でその上から編み進めることで、こう1このなんていうのかな、ポケットの穴が開けられるんですね。もちろん今塞がってるんですけど、この白い糸を解けば穴が出てきます。でこの穴にポケットを裏側からつけていく感じですね。はい、そんな感じで今ポッケの後も少し編み進めて、ちょうど胸下ぐらいだと思います。はい、裾のリブ編みしてないので、もうちょっと、いや胸下かな、胸下ぐらいですね。はい、そんな感じです。すごく綺麗綺麗でいいですね。よいしょ、あれ、でもこれ
この最後の方になってきてからかな、なんですけど、糸の撚りが細いところっていうのかな、撚りが細いところだとそのね糸が結構ねじれるんですよね。絡みはしないんですけどねじれる、うん、なんていうかどう説明したらいいのかな。あ、でも見てわかるかもしれない。こうわかりますか、勝手にこうのこうなる、こうねじれる、力を入れないとこういう感じ。はい、よりがきつい部分だけかもしれないけど、それで、じゃあそうだ、本題だ、本題のノルウェー作というブランドとかノルウェー作ご本人についてなんですけど、何から話そうかな。じゃあまず私がもううっとり一目惚れして頑張って6玉も買ってしまったノロエーサクケイトっていう、この糸自体の特徴っていうのかなをお話、私がまとめたわけじゃなくてホームページに書いてあるのをさらっと読んでいくだけなんですけどね。じゃあ全部読んじゃおうかな。じゃあホームページ見ていくと、アバウトノロっていうところに4つのセクションがあって、イントロダクション、エイサクズストーリー、カンパニー、コンタクトっていうふうにあって、まあコンタクトはいらないんですけど、今回は。カンパニーもいらないかな。エイサクズストーリーとイントロダクションかな。で、イントロダクションの方は、系統の特徴などについて書いてあって、エイサクズストーリーは、文字通り、このブランドを立ち上げた、ノロ・エイサクさんという方の少年時代やら、糸作りの原点やら、書いてあります。じゃあ、系統の紹介は、面白く楽しく美しい糸、ノロヤーンのご案内。人に優しく自然に優しいものづくりがしたい。人を楽しく幸せな気持ちにする糸を作りたい。私たちのそんな思いが紡ぎ上げた糸、ノロヤーン。その一本一本に込められた数々のこだわりを紹介します。はい、ということで、これ以下に原材料について、原料のブレンドについて、染色について、であとまあ糸作りについて、あとまあつなぎ目についての断りみたいなものも書いてあります。で、原材料なんですけど、ノロヤーンは天然素材にこだわっているそうで、えりすぐった材料を使用して、自然の持つ特質を損なうことなく、私たちの元に届けたいっていう願いで作ってくれているようです。なので、繊維の風合いを大切にするために、原糸についた混入物の除去は薬品や機械を使わずに全て手選別で行っていますということです。これは私は薄々気がついていましたっていうのも、私がこの紫の毛糸を編んでいて、たまにね、藁みたいのがついてるんですよね。あー、あったあった。私、引っ張ってまだ抜き出したりはして、あー、見えないかな？見えますか？ピント合ってるかな？ちょっと今日朝録画してて、太陽の光が綺麗に入ってくれるのはいいんですけど、私が逆にカメラに映っている画面を見にくいんですよね。見えてるといいな、ここに藁みたいのがあります。はい。まあこれはなんで藁が入っちゃってるかっていうと、自然の風合いを大切にするために全部手作業でやってるから、やっぱり完璧ではないみたいな感じかなと思います。原料のブレンドについて次読みますね。風合いの良さ、すなわち柔らかさ、軽さ、ぬるみ、張り、手触り、そして色合い、
光沢、編みよさを兼ね備えた糸を作るため、それぞれの原料の特質を十分理解した上で最高の構成を目指して数種類の原料をブレンドしております。2種類以上の原料を使用する場合、糸作りの中であえて均一にはミックスしないようにしています。これは1本の糸の中でウール、シルク、モヘアなどの各原料にそれぞれ微妙に違った色、ツヤ、風合いなどの自己主張を持たせるためです。時にはそれが半、まだらか、まだらに見えることもありますが、それがノロヤンの大きな魅力の一つになっています。このため糸のすべての部分で原料の混率が同じではありません。混率表示は原料を投入した割合であり、糸全体の平均です。はい、とのことです。これも、もう見れば一目瞭然って感じがしますね。原料ってでも、あ、染色はまた別か。ウール、シルク、モヘアなどの原料、あー、なるほど。じゃあこれってもしかしてベースはウールだけど、こうやって熱風みたいに入ってるのがシルクだったりするのかな。それはちょっとよくわからないけど、でもね、このランダムさがすごく綺麗なんですよね。生地見てもらうとこうやって黄色のところもあるし、私黄色って似合わないって言われたことがあるので、なんというか苦手意識があって、で毛糸でも絶対に買わない色なんですけど、紫と黄色って相性がいいじゃないですか。だからこの毛糸に紫のこの毛糸に黄色が点々と入っているの、なんかちょっと嬉しいんですよね。普段は買わない色だからこそというのか。はい、あとやっぱブルーの同系色のかなん、ブ、ブルー、うん、同系色ってわけでもないか。ブルーのパートもね、綺麗なんですよ。鮮やかなブルーが入ってて。はい、じゃあ次、染色について。色はノロヤンの最も重要な要素です。色はあくまで美しく力強い輝きと深みがなくてはなりません。また美しいだけでなく、堅牢度、ん、読み方がわからない、堅牢度で合ってる、初めて見ました。硬いに牢屋の牢に度合いの度で堅牢度と読むそうです。堅牢度がいいっていうのは、つまりどういうことかっていうと、色が褪せにくくて色落ちもしにくくて色移りもしにくいっていう、そういう、まあ、着色をされてるそうです。で、まあ、ノロイサクさんの職人さんたちは長年研究を続けて試行錯誤を繰り返して、最高級の染料をふんだんに使用することによって美しさと強さを得ていますとのことです。あと、また一本の糸の中で色と素材が共に変化する糸や、色に関係なく素材だけが変化していく糸もございます。ウール、シルクからウール、ウールからアンゴラ、アンゴラからキャメルといったように変わっていき、各素材の持つ天然の色合いの上に染色いたしますので、色のトーンや明度、色相、彩度が変わり、素晴らしい色合いを表現できます。はい、実感しています。さっきも話したことですね。綺麗。これ皆さん画面つまんないと思うんで、このこれが見やすいように置いとこうかな。見えるかな、ピントがね、合ってるか分かんないんですよね。はい、で次はノロの糸作り。これね、私、いいなって思ったことなんですけど、鍵括弧で人の手で糸を紡ぐ、
人の手でできないことだけを機械で補うというのがノロの糸作りです。これすごいすごいことだなって思います。今の、まあ大量生産が基本だと思うので、こういう生産の形態を取れるってすごいことだなって思います。それで会社が存続しているって、またそれまたすごいなって思います。はい、それで、職人たちが美しく染まった原毛を真心込めて一色一色手で測って並べ、それをできるだけゆっくりとした速度に保ちながら機械で紡いでいる手作りの糸です。手で紡ぐため羊毛繊維を大きく傷めることがなく、自然の光沢と風合いが表現できるのです。また手で並べることにより繊維一本一本が不規則な配列になり、傘高性ボリューム感がある糸になるそうです。で、こうした作り方によって軽くて柔らかくて膨らみも大きい糸になるということです。糸の太さは平均値で捉えてください。人の手で原料を測ったり並べたりしている手棒、なんて読むのかな、鉄麦糸間違ってるかな、手で紡ぐ糸なので、部分的には太いところも細いところもあります。よりが強いところも甘いところもあります。強い引っ張りには耐えられない部分もありますので、とじやはぎ、ゴム止めはよりを戻さずに少しずつ優しく仕上げてくださいということです。あ、今ちょうどないな、前の動画で見せたと思うんですけど、確かに全然よれてない極太のパートもあるんですよね。かと思えば超細いところもあったりして、そう、私そういうところに出会った時に、これ仕上がりなんていうかな、スカスカになっちゃわないかなって思ったんですけど、なってないですよね。よかった。なんていうかな、指定の号数よりも細い糸で編んでるのが良かったかな、わかんないけど、全然均一じゃないですか。糸かなりねムラがあったんですけど、編んでる時でも なんかそんなにわからないなって私は個人的に思ってます。はい、で、最後つなぎ目について。一般的な毛糸とは違い、手作りの糸であるノロヤンはつなぎ目なく続けて多くの糸を紡ぐことができません。紡いだ糸は一旦 80g から 90g 程度で巻き取って仕上げます。その一つ一つをつないで玉や枷にします。その時にもつなぎ目ができる場合があります。なので、糸と糸のつなぎ目が一玉かっこ一かせに1箇所、多い時には2箇所入ることがありますが、ご理解くださいませ。はい、とのことです。私今のところ一玉編んでみて、あのつなぎ目ね1個あったんですよね。どこだったかな。でもそのまま全然平気で編めちゃうくらい、なんていうのかな、今日ちゃんとねガチッとしたつなぎ目だったから、あ、これ取れないなと思えたし、あ、ここですね、わかりますか、どこかわかんないですよね。ここに、このこのら辺につなぎ目があるんですけど、ここです、ここ、こうつなぎ目があったパートで、裏側に糸端を出すようにしてます。はい、ということでした。これ以上が、ノローの公式ホームページに書いてある糸についての紹介ですね。ちょっとだけ会社についても、会社についてのねまとめはウィキペディアが一番やっぱり短くまとまってたので、あんまりウィキペディアの信憑性はちょっと危ないかもしれないけど、まあ最近は
どんどんこうチェックとかも入ってきてるからいいと思うので、信じて会社概要を読みますね。株式会社ノロ栄作は、手のかかる独自の製法によるノロ栄作という2つのブランドの高級手編み毛糸を世界に販売しています。2011年の時点で社員は25名、その半数は女性。社長の野呂栄作以外は全員編み物を習得しており、カタログの写真撮影なども社員で行っているそうです。創業当時はオイルショックのためにコスト高となり、販売が伸び悩んだそうです。生産された毛糸のうち3分の2が海外で販売されており、2010年には海外の販売網は30カ国2500点となっているそうです。すごいですね。野呂栄作さんは編み物されないんですね。周りの人は全員できるけどっていう感じか。へー、でも海外で販売されているものの方が多い場合に、今円安がすごい止まらないですけど、価格どうするんでしょうね。向こうでか、向こうの販売価格が変わらないんだったら利益率は高いんですかね。それとも、こなんだろう、向こうの会社の人が円で、円の状態、日本円の状態の室の毛糸を買っていたら利益は上がらないですね。まあどうなっているのかは分からないですが、商売が繁盛することを心より願っております。なんか商売が繁盛することを心から願っておりますとか言っていて、私値下げされたの買っちゃって本当になんか申し訳ないんですけど、私がもうちょっと稼ぐようになったら定価でちゃんと愛知県の、工場で買えるのかな、わかんないけど、きっとありますよね、お店の野呂直売所みたいな。あんまりそこ詳しくなかったな。書いてあるかな、インフォメーションショップリストがある。どこに書いてあるんだろう。あ、でも直売所みたいのはもしかしてないですか。わからない、オンラインショップだけなのかな。まあまあいいです、オンラインショップ、野呂さんのオンラインショップでいつか買いたいな。あ、なんかパッと見た感じないですね、本店的なものは。あれ、ないのかな。でもこのオンラインの野呂栄作のサイトを見てみると、お店で見たことがないような糸が結構あるんですよね。それこそ私がこの間糸りっこさんで買ったような、細い糸の引き合わせの甲巻きもあるし、あとなんか編みぐるみキットとかいうのもあるみたいだし、怖いんですよねそれがまた。甲巻きかわいいな。なんかこれノロホームページには書いてないんですけど、以前、2010年の BS テレ東の世界を変える100人の日本人っていう番組の中で、ノロ栄作さんが特集された回があるそう で、それのね説明文を読むと、ノロヤーンとして国内よりもむしろ欧米で有名な野呂栄作さんの野呂毛糸、
ドイツケルンでの国際展示会で彼の商品が注目を浴び、ドイツ、フランス、イタリアなど各国で新たに代理店網を構築することに成功。欧州市場への本格参入に弾みがついた。米国で年2回の展示会のほか、イタリア・フィレンツェで開催されるニット用糸の専門見本市ピッティフィラティにも出展。ルイ・ヴィトンやシャネル、アルマーニ、ピエール・カルダンなど一流ブランドからの注文が入る毛糸であるとのことです。これ2010年なのでかなり前なんですけど、このノロエー作のオンラインショップのその細い毛糸とか見てると、確かにあのシャネルのツイードのジャケットとかに使われてそうなタイプのおしゃれな毛糸がいっぱい並んでます。ツイードの生地って機織りで作るんですかね、あんま詳しくないんですけど、ツイード織りみたいな技法があるのかな。いやー、超ハイブランドメゾンでも使われているんですね。いやもう素材もいいし綺麗ですからねって考えると、ノロエー作ヘイトで作った私たちの作品は、まあシャネルとシャネルともう肩を並べられるのかもしれませんあとは次は A 作図ストーリーですね。これね長いんですよね、全部読むと結構長くなっちゃうな。あ、じゃあノロエー作さんのこのお話については、まあこの動画で一本で喋ってもいいけど、いやでもすごい長くなっちゃいそうなので、まあ後日喋る後日動画で撮ってもいいし、どうしようかな。まあ私が勝手に動画に撮る可能性もあるんですけど、ご要望があれば確実に、確実になりますまあ今のところ撮るか撮らないか分かんないけど、撮る可能性が高いよぐらいで思っといてください。はい、じゃあ今日編み物しなかったな、こう置いといただけですね。でもまあ、この場を借りて、皆さんに見守られながら私がノロケイトについて学ぶ機会をいただきました。どうもありがとうございましたはい、ということでじゃあ本日の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。